ギミエラさん、とてもお似合いですわ。どうも。パトリックさんにエスコートは頼まなかったのですか？わっ、ギミエラ。私は邪魔にならないように向こうに行っていますわ。来てたんだな。一応参加しておこうかなって。でもやっぱり帰ろうかと思っていたところ。どうしたの？なんでもない。なんでもないことはないだろう。じゃあ私そろそろ帰るね。待ってくれ。踊っていただけますか？喜んでとか言わないと。いいけど。ああ、そっけない感じになってしまった。ユミエラらしいな。笑ってくれたのでよしとするか。リラックスして足を踏んでもいいぞ。潰れてもいいの？やめろ。踏むと踏みつけるは違うだろ。あ、楽しいかも。どうしてだろう。見られすぎじゃない？このドレスは返り血で赤く染まったとか聞かなくてもわかるわ。いや、ユミエラが綺麗だからだ。社交辞令に気の利いた返しなんてできるわけない。今日やっと気づいた。俺は、手をつなぐのが嫌だったとかじゃなくて、私の汗が少し不機嫌そうだ。パトリック、もしよかったら次の曲も。ユミエラさん、僕と踊っていただけますか？私、自分より強い人がタイプですので。失礼しました。よし、撃退できた。強い人が。